集中治療室。いや、ちょっと待って、今どっか隠れちゃったから。分かってんのか？隣で応援してるよ。ああ、お前頑張れやーって言ってるよ。似てるやつもいるけどな。あの、いや、あの、今日来た子らは。昨日が嘘のよう。でも、油断は全然できないけど。昨日もだってさ、なんか30分ぐらいにインターンみたいな。昨日だってたらシリンジ垂らしても吐くし、飲むようになったもん。本当に哺乳瓶からこんな飲むなんてちょっと信じられない。なんか動いてなかったもんね。もう動いてないって。冷たくなったしさ、よかった。怖い。なんかすごいね、持ち直したね。まだ油断はでもできません。これってなんてあの落とされてたかな。めっちゃ元気です。一番元気なの連れてったもんね。あ、でもその人がほら渡したから。え、置いたんやろ。置いたので一匹連れて行ったってなかった。あ、そうだっけ、うん、渡した的な感じで。なんで一匹だけ選んで渡すの。なるほどなるほど。多分3匹ともこうピンって置いといたんだ。キャリーごとポイって置いたんか、うん、開けといて。こんだけアップにしてもちっちゃい、うん、あれ4姉妹もこんなん。これよりちょっと大きいか。いや、もうちょっと大きかった。100あったもんね。うん、100、2、3、20、2、30。すごいぞ。でもこの時期は体重大事やな。これはバロメーかな。ちょっと目をヒグマみたいな顔してる。ヒグマみたい。そう、細いから。どうだ。お？ダメだ。ダメ、嫌がる。嫌がる。うん、じゃあまだ無理させんと。うん、あ、ミルクか。これ飲むけど。あ、なんだ、ミルクか。なんか匂いがしてきた。くんちゃんもちょっと動いてる。ん？君たちほんと寝ないよね。ひばりに行こう。結構飲んでるよ。うん、飲んでる飲んでる。少しずつポコポコってなってる。うん、あ、もう終わりかけかな。気づかれた。この森永の哺乳瓶この時期マジで優秀だな。マジ楽やわ。おすすめです。難しいけどね、これふにゃふにゃだから、うん。尻尾邪魔。あ、飲まないかな。嫌だって。飲まないかな。柄も似てんねん。誰がどの子にあげたかとかさ。
分けていかんと無理やと思う、うん、避けていくと思う、うん、体型も似てるしな、あの唯一一番大きいあの丸い子だけやわ、うん、顔が丸いなみたいな、ちっちゃい、手と比較したらマジちっちゃいの、名誉挽回だよこの二人、人からの環境にも、その人の方がもうちょっと、あ、いいね、言ってんだ、はい、はーいって手を挙げてる、